映像来てる、映像来てる、はい、ワード2。おはよう。おはよう。これぐらいかな、音。はい、皆さんおはようございます。今日は2019年の3月の2日。12時48分です。よろしくお願いします。花火師から連絡が来たよ。花火師から。いやー、お金もう心配いらない。大丈夫です。ありがとう。花火師から連絡来ました。超有名花火師さんからね、ご連絡をいただいたんで、もうお金の心配いらないですね。
俺がワドを食わせてやるっていう、もうだからお金のことを考えずに、スポンサーが決まったんで、もうこっからは余裕ですね。うん、何の心配もいらない。お金の心配はもう必要ない。今後の人生で、今後の人生で全く必要ない。いやー嘘つかないでしょ。パトロンついたら無敵でしょ。無敵無敵。はい、ということで、今日の放送は2019年3月の2日土曜日、12時50分、ふわっちとツイキャスの同時配信をやってます。ふわっちは、匿名、小手半をつくのが、ツイキャスになってます。でブルーとですね、ブルーのコメントと、なんだ、黄色いコメントで切り分けてますんで、好きな方で選べます。はい、これくらいか。そうだね、クリエイターに専念できるね、これでね。クリエイター活動に専念できますね。連絡来た来た。よかったよかった、これでね活動に専念できますよ。実際にお金は手元、誰の手元？うん、支援者が見つかったよ。まあまあ振り込まれたかどうかはご想像にお任せします。はい、振り込まれたかどうかはご想像にお任せします。いや、キツネにしたのはこのシステムができたからだね。もうコメント、一つの画面でコメントさばけるようになったから。だから、これを、もう、こっから先、ふわっちは多分、携帯配信でやるとき以外は、多分、キツネ枠メインになりますね。夢は叶うもんだね、本当に。夢は叶うもんですよ。だから、このシステムがなかったら、複数サイドでもできなかったけど、やっとね、ふわっちのキツネ枠の良さを引き出せるようになったね。安心だよ。そうそう、コメントビュアーが、そのツイキャスでコメント書くと小手半が分かるし、ブルーで色分けされてるからすぐ分かる。いやー報われるもんだね。報われるもんですよ、本当に。よかったよかった。俺はまあ前から言ってたんだけど、一つのサイトで本当はニコ生みたいに匿名と小手半切り分けられるようにするのが一番いいと思ってたんだけど、ふわっちがそれをなかなか実装してくんなかったの。ふわっちもうずっと言ってたのね、一つの枠でリスナーさんが小手半と匿名を選べる、要はキツネ枠と通常枠のハーフのサイトを機能をつけてくれって言ってたんだけど、なかなかつけてもらえなかったから、だからまあ自分でやるしかないよね。自分でやるしかない。IQ さんはあれだね、ここでコメント書いてくれたの。 IQ さんはリスナーさんで、ここでコメント書いてくれて、楽曲提供しようかって言ってくれて、リスナーさんがね匿名小手半選べたらいいんだけどね、本当はニコ生みたいに。 FC2 もその仕組みだね。いや、よかったよかった、金の心配しなくていいっていうのはだいぶ楽だよ。もうこれでね、
余計なこと考えなく済むから活動に専念できる。やっぱパトロンいないとダメだね、うん、パトロンいないと芸術はできないね。パトロンついた。大口のパトロンがついたからもう安心。もう金の心配はないよ。放送もシルバーも映画も全く問題ない。いやいや、まあまあ、あの個人情報、パトロンさんの個人情報は言わないですね。パトロンさんの個人情報は僕は言わないです。甘ギフとか送っても、ああ全然受け取るよ、もちろんもちろんもちろん、あの支援していただいた分はあのいただきますよ。はい、送って送って。いや働かなくてよくなったって話なんだけどいやゴールじゃないスタートでしょ。ゴールじゃないよ、こっからやっとスタート切れるんだよ。ゴールじゃない、スタートスタート、こっからがスタート、うん、こっからスタートですよ、うん、いや一安心。
ナイスの拍手って何？ナイスの拍手が分かんない。はい、わたつ。ナイスの拍手ってなんだろうか。愛子ちゃんあれでしょ、入院してるんでしょ今。インディージョーンズマジで何見た、インディーの。いや、なんかこの前墓場で墓場バーっていう心霊企画やったんだけど、それからあのなんだっけ、お化けが見える、お化けが見えるって言って、そのまま緊急入院しちゃったよ。あ、おはようございます、ありがとうございます。はい、あれはあれですよ、あの慎吾さんの企画だよ、慎吾さんの企画。今だからシャバにいないんでしょ。え、愛子ちゃん何入院してないの。あ、そうなんだ。何ガセネタだったの。メルヘン X は顔文字ですぐわかんな。シャバにいるんだ。あ、おめでとう、ありがとう。いや、よかったよかった、見つかった、じゃない、もう解放と俺絡みないからわかんねえな、何やってんのか全くわかんねえ。やめたんじゃないの放送。もうやめたんじゃないかな。始まったね、こっからだね、ついに始まったよ。いや、もう大丈夫だよ、支援者見つかったから。信頼できる人だね。もう大丈夫大丈夫。お金の負担はもうリスナーさんにかけないで済みますよ。もう大丈夫だよ。いやいや大丈夫大丈夫。心配しなくていいよ。映画は取りかかるも何も取りかかってるからね、現在進行形でじゃんじゃんやってるじゃん。
それかかってるよもう。毎日毎日映画のことばっかりやってるよ。カホ入院したの？いや特に俺からは何もないけど。モニカは原宿とか絶対行かないけど、行かないよ。行くわけないじゃん。住んでてないよ全然。いや、機嫌超いいよ。機嫌超いい、超いい。機嫌超いいよ。全然機嫌いいよ。昼飯どころか、今起きてお風呂入って上がったところだから、まあ何にも食べてないね。何にも食べてない。今起きたね。そうだね、これでやっとね、映画が撮れるね。よかったよ。あとまったりまあ日常を過ごせるっていうのがでかいよね。考えなくていいことを考えるっていうのは無駄なことだから、それがでかいかな。M さん漏らしたの本当だよ。なんか配信外で急に爆笑し始めて、漏らした漏らしたっつっておしっこ漏らしてたね。あの人ぶっ飛んでるね。いや俺のあのパトロン一生やってくれるって。俺が死ぬまでずっとパトロンやってやるから金のこと考えるなって。機材とかもバンバン揃えていくね。機材とかも全部買ってあげるって、ようやくだよ。いや大丈夫大丈夫、今回はもうその人は俺に生涯面倒見てやるって言ってるから、
ステディじゃん。浪人の S、 そうだね、浪人 S だね。なんだっけ浪人 JDI だっけ、うん、家賃とかじゃないんじゃない、現金じゃない。BGM はね、クソカスカオスが作った。いや、わかんない。配信でしょ？リスナーさんでしょ？機嫌いいよ、全然。機嫌悪くないよ。うん。そうだね、リスナーさんの負担が減るからよ。それが一番良かったね。無課金で見れる人を大事にできるから。そこはすごい純粋に嬉しいよね。リスナーさんの負担が減ったっていうのは、うん、よかった。いや、騙されてないよ。大丈夫だよ。でも良くない、純粋にもう過度なね、アイテム要求をしなくて済むわけじゃん。見てる人のストレスがなくなったわけだから、そこは純粋にでかいと思うけど、違うのかな。普通に嬉しいけど、うん、花火くださいとか言わなくて済むわけじゃん。シルバーやってるよ、弾丸塾もやってるよ、やってるよ。YouTube 見た？ M さんの。ありがとう。誰が見てるか分かんない世界だからね。捨てる神あれば拾う神ありって言うじゃん。もう電気止まらなくて済む。取られるのが好きな人いるよ。取られるの、取られる、取る快感もあれば取られる快感もあるから。面白いよ、写真は。2人で、そのモデルさん、被写体とカメラマン、キャメラマンが、その2人で作る作品だから、両方とも噛み合わないといい作品は撮れないから、楽しいよ。
電気変えるよ。紐ではないんじゃない、パトロンじゃないの。芸術に対してこう評価をしてくれてるわけだから、俺が作るアートに対しての評価だから。漫画喫茶みたいなもんだからね、ここは。無限だね。いや、俺が必要なものは全部買ってやるって言われた。お前がやる活動に対して必要な額を言えって、もう全部支援してやるからって。アートっていうか、アーティストの俺に対してのファンだね。アーティスト和道っていう、もう俺がやること全部に対しての支援をするっていう、うん、無限、無限です。警告用紙送られてくるよ。だから俺がポスト見ないから、うん、働く必要はないですね。いやいや、欲しいものは全部ねだるよ、その人に。欲しいものは全部ねだる。そうだね、泊まる前に支払えば泊まらないね。そりゃそうだよ。BGM はあの配信者のクソカスカオスさんが作った曲だから、俺のツイッターから飛べるね。過去のツイート見たら飛べるよ。ドクター M さんよかったよ。今日写真現像しようかなと思ってるけど、うん、花火負担全然大丈夫だよ。大丈夫大丈夫、ありがとう、うん、M さんの自撮り、まあまあ、あの被写体、やっぱりカメラをコントロールするカメラマンが必要、キャメラマンが必要だから、現像はね、俺のパソコンがスペックが足りないからキャプチャーできないんだよね。要はソフトを立ち上げてキャプチャーするっていうのができないから、パソコン欲しいね。パソコンと、三脚とレンズ3つと、ローニー S が欲しいかな。ジンバル、電動ジンバルが欲しいね。まあ、とりあえずそれがあれば今のところやりたい表現はできるから。電子レンジはあるね。大丈夫、いらない。あんまり食い物に関してうまいもん食いたいとかあんまないんだよね。楽しいよ楽しい、うん、レンズは E マウントって言って、俺が使ってんのソニーの α7 だから E マウント系のレンズだね、うん、ローニー S っていうのはあのなんて言えばいいんだろう、ジンバルっていうんだけど、スタビライザーってわかる？カメラのカメラをつける棒だね。棒。
10万ぐらいすんだよ。いやよかったよかった、10万ぐらいする棒だね。ラジコンにはしないっていうのは分かってるとは思うけど、ラジコンにはならないよ俺は。俺はラジコンにはならない、無理だね。いや M さんセックスしてないよ、うん、いやあのパトロンの特定するような情報は僕はここでは言いませんね。電池切れるデジカメ、デジカメ、デジカメではないかんね。いや男か女かとか年齢とか一切言わないですよパトロンさんに関しては。支援者に関する個人情報は一切言わないですね。俺ナルシストかな、ナルシストかな、そんなことないと思うけど、普通に喋ってるだけだよ。そうだね、アイテム全然要求しなくてもやってけるね。もうそれが一番いいよね、ストレスにならないっていうのが。配信は続けるよ、配信は続ける続ける。レンズはねもうピンキリだけど、最低新品だったら最低いくらだろう、安いレンズだと4万とかで、高いレンズだと30万とか、うん、30万超えるのもある、60万とかもあるけど、だいたい4万から60万で、俺が欲しいのはだいたい15万以上のラインナップかな、15万以上のラインナップだね。まあもともと配信は好きでやってるもんだから、谷町っていうのはあのあれでしょ、日本語の言い方で、で西洋の言い方だとパトロンっていう言い方が違うだけだね、日本語なのか英語なのかっていう。 BGM はだからクソカスカオスっていう配信者に問い合わせればいいよ、ツイッターでクソカスカオスに。そのカオスが作った BGM だから、で自由に使っていいよって言ってくれてんの。無限無限、これカオスの音楽だよ。カメラそうだね、15万ぐらいだね。ツァイス、カールツァイスっていうところのメーカーの色合いが好きで、俺はツァイスのレンズ使いたいんだけど、カールツァイスっていうメーカーので、ソニーと共同経営で作ったレンズがあるからツァイスのレンズが欲しい、うん、もちろんもちろん金使ってるところも見せていくよ。なんだろう、ペコがガタガタやるんだよな、どうしたのペコ、ガチャン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 すごいよね、今日からなんか暴れるんだよね。買い物いつでもできるよ、買いたい時に買うね、うん、いやさっき出した、さっき出した、うん、文書コンティニューコインありがとう、サンキュー。のんちゃんとは別れたね。いや俺は別に引っ越しはしたいとかいうのはないかな、別に今のところで一人暮らしは十分だから。どういう才能を買われたのかは分かんないけど、お前が やることに対してすげえ共感できるから、
鳩は飼わないかな。映画作るよ。クラッカーありがとう。広い方が、いや狭い部屋好きなんだよね。物に埋まってる部屋が好きで、結局なんだろう、広い部屋あってもまあいいんだけど、人が集まるんだったら広くしたいけど、事務所化したいけど、スタジオとか作りたいけど。主演はワン太郎にお願いしてるかな今。愛はどつ、まあ合う合わないは縁でしょ。合う合わないは縁だと思ってるよ。ドラマ、うん、パトロンゲットですね。彼女別れたね。今後の映画の制作のスケジュール、いや今の映画のスケジュールで全然全然ありだと思うけど、見直すところは別にないでしょ。どう見直すの映画のスケジュール。全然通常の流れでできてるけど、なんか見直すところある？映画のスケジュール特になくない？俺が作りたいと思う作る映画だね。サイコサスペンスかな、ジャンルは。カズ軍曹は不良役かな、悪役やってもらおうと思ってて、本人もそれは了承得てるから不良役だね。カズ軍曹はだからヒールだね。シナリオは途中まであるけど、 A 案 B 案どっちを採用するかで迷ってるかな。BGM はつべからダウンロードできないよ。カオスがカオスの中にあるデータだから。線量はノーギャラ。カズ軍曹と仲直りって喧嘩してないよ俺。
あ、いや、コテハンがいい人はツイキャスでコメントしてくれたら青く文字が出るから、コテハンが好きな人はツイキャスでコメントしてくれれば俺はどっちかすぐ分かるから、うん、コテハンも出るし。わかんない、やってみないとわかんない。大根だったらあの端っこの方の役になるし、演技がうまかったらメインの役になるしっていうだけだから、うん、いや軍曹結構ここでコメント書いてくれて、映画どうなってるって来るよ、連絡全然軍曹来てくれるよ。いや急いではいるよ、急いではいる。基本的に第1回のはギャラは払わないかな、うん、いやキャメラはキャメラでしょ、愛はどつ、うん、いやもうだってノーギャラでもいいから出たいっていう人40人ぐらい来てるからね、問い合わせ全然いるよ。あ、モンジョリさんいいかもしんないね。まあ基本的に出たいっていう人は全員出すけど、いや、オーディションやるもん、オーディション。IQ さんとは3月になってから一回会うっていう約束はしてるから、で、そこで話を詰める感じかな。うん、舞台挨拶も各地方であるのかな。まず東京で公演をやって、まずなんだけど、東京で、あの、集客は認め、あの、集客ある程度回収できない、次の公演はできないよ。だまず東京でやるって感じ。で東京でうまくいったら地方もあるって感じかな。だか東京のあと大阪、大阪のあとどこってゆっくり回ってく。映画の話ですね、うん、コンティニコインありがとう。パリ、パリはどうだろうね海外で上映したらクソかっこいいね。部屋のライトかっこいい、ありがとう、サンキュー。いや、そのレベルにはならない。みどりさんの作品レベルにはならないね。地方にも行く予定ですね、主要都市は。カンヌ出れたら最高だね。パトロンおめでとう、ありがとう。パトロンは俺に対してのパトロンだからね。埼玉は行かないかな。関東は東京とか、まあ、やっても横浜とかだと思う。コンティニコインありがとう。いや別に俺はレッドカーペット歩きたくて作ってるわけじゃないから、権威が欲しくて映画作ってるわけじゃないからさ。いや俺黒沢映画見たことないもん。逮捕は出ないっすね。あ、見に来て、ありがとう。見に来て、見に来て。はい、とこ。東京は必ずある。名古屋は大阪でやるかな。名古屋ではやらないかな。どうなんだろう。まず先に大阪の方が先かな、うん、まず東京、大阪で、その後どこだろうな、うん、ちょっとそれはおいおいかな。まだまだだね、うん、走るよ、うん、一人じゃできないね。北海道もやる予定だけど、東京公演が失敗したらできないから、まずは東京公演だけ考えてるかな。東京公演から東京、大阪、名古屋か基本は。まあ仙台もやりたいなと思ってるけど、下北沢どうなんだろう。場所はまだ映画ができてから考えるかな。おはよう。
いや、アカデミー賞とかは狙ってないね。仙台福岡、東京名古屋大阪、仙台福岡名古屋、うん、インタビューはイメージしてるっつうか、まあ普段俺はこの放送がインタビューみたいなもんだと思ってるから、うん、まあ受け答えするだけだよね。配給はインディーだから、配給は和道フィルムだね。配給がつかないからインディーなんでしょう。かっこよくなった。そう、ありがとう。ライラから依頼は来てないね。ライラから依頼は来てない。まあ依頼来たら全然出演できるけどね。配信者は基本お世話になった人は全然出すから。加藤夏樹と結婚した人、わかんないな。生活レベルは別に上げようとは思ってないよ、俺は。生活レベルは上げたいと思ってない。それよりも機材とかいろんなものにお金を回したいかな。あんまりそういう欲求ないんだよね。あ、いらっしゃい。キャストですね。キャストです。鋳造ですね。アイワドツロストワックス製法ですね。それはパトロンさんが部屋変えろって言ったら変えるし、そんなみっともねえところ住んでねえで他行けって言ったらやるし、うん、分かんない。手拍子が何なのか分かんないんだよね。なんか新しい機能追加されたよね。何なのこの手拍子って。いいねボタンみたいなやつかな、よく分かんないけど、俺もまだ全然把握してない。忙しくて2月バタバタしてたから運営さんからのお知らせ読んでないんだよね、全然よくわかんないな。どうしたのガチャガチャ。なんか最近それやってるよね。ガチャンガチャン今日やらない。 M さんとセックスしてない、してない。コラボしたよ、ありがとうございます。いや、スケジュール3月もタイトになると思うよ。問い合わせいっぱい来てるから。忙しいよ。
ああガチャガチャすれば反応するっていう、多分そうだよね。いや、コテハン、まあまあそうだね。ツイキャスの方がコメント少ないから読みやすいね。コメント基本的読むけど、ツイキャスはコテハンだから、まあ、読みやすいかな。コテハンで書きたい層は一定数需要あるから。お疲れ。キツネ枠が嫌いな人もいるんだよ。爪が嫌いな人はキャス行けばいいし、キャスの人でも匿名で書きたい人はふわっち行けばいいし。あーこっち来た。うん、ふわっちキツネ嫌い。あー、はい、こんにちは。好きな方選んでいいよ全然。ちょっとゴミ出してくるわ。なりすましとか嫌な人はちゃんとね、ログ残したい人はツイキャスでコメント書けばログが残るから。アイムさんと絡み面白かった、ありがとう、嬉しいです。そうだね、お金の負担はもう考えなくていいから、そこはリスナーさんへの負担は減ったかなっていう。ありがたいよ、今まで支えてくれてやっとここまでたどり着いた感じ、長かったよ。パトロンおめでとう、ありがとう。っていうかあれじゃない、アグリンのコメント、アグリンコメント反映されてなくない？なんだろう、アグリンコメント書いてみてテストって。あれ、アグリンのコメント出てる？パトロン、もちろんもちろん、リスナーさん、あれアグリンなんだ、ガシャンガシャン、これで起こされたんだよな。あ、青で反映されてる。あ、よかったよかった、コンディニコインありがとう。たまにキャス反映されない時ある？なんだろうな、まあ、そういう時は2回書いて。俺あのツイキャスの画面見てないから、あのコメント反映されてなかったら2回書いて、多分コメビューのバグだと思うわ。
だろうな、ペコがガシャンガシャンやるんだよな、うるせえよこれ。何なんだろう、変な遊び覚えたな。いやー、わかんない、なんでかわかんない。結構ガシャンガシャンダメ。試してるよね。本当にコインありがとう。いや、さっき出した出した、朝普通に遊ばせたから。違うんだよ、なんか遊んで楽しくなっちゃってんだよ、ガシャンガシャンやんのが。いや、悲しい顔なんかしてないよ、全然。全然してないよ。全然、普通だよ。全然普通。いやー、こんなことはやらなかったんだけどね、今まで。何なんだろう。急にだね。覚えちゃったんだよね、なんか変なこと。遊んでるんだよ多分、テンション上がってるから。音がガシャガシャ出んので遊んでる感じだね。うん、かっこいい。うん、昔のニコ生の人はよく使ってたんだけどね、これ。そう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 、結局何の話題をしてるのかがアーカイブ残した時に何のコメント拾ってるのかがわからないわけじゃん。だからこれだったら全部のコメントがわかるから、アーカイブ残した時にわかるんだよね。うん、あ、このコメント拾ってるんだとかさ、まあニコ生の良さを再現したっていう感じかな。
ニコ生のいいところを再現って感じかな。あとその例えばツイキャス見てる人コメント書きたいのわかるんだけど、盛り上がってる時にふわっちのどのコメント拾ってるのか今まで可視化できなかったから、あ、ね、移動する手間が省けるっていうか、だから小手半がいい人はずっとツイキャスに残れる、匿名がいい人はずっとふわっちに残れるっていうのがこのシステムのメリットかな。最大の自分の好きなサイトでこういつくことができるっていう、移動しなくて済んでるっていうか。今まで移動大変だったでしょ。これはいいシステムだと思うよ。俺もやりやすいしね。よかったよかった。全然楽だよ。すげえな、なんだ。何をやってんの？どうしたのペコ？どうしたペコ？僕は何をされてる？シルバーのまあブランドオーナーで、であとは映画を作ったり写真を撮ったり、アーティストですね。僕はアーティストです。アート活動をずっとやってますね。儲けのためにやってるわけじゃないんで、芸術はあの何だろう、儲けるためにやるファインアート、僕はファインアートやっていて、まあね、コマーシャルアートはやるつもりないんで、僕はお金儲けのために芸術やってるわけじゃないんで、あ、プロフ書いてある。あ、後で消しておくよ。後で消しておく。拍手はよくわかんないんですよね。何の機能なんだろうこれ。何なんだろう。ちょっとよくわかってないですね、僕自身も。何の機能なんだろうこれ。無限ですね。おはようございます。おはよう。おはよう。何やってんのペコ。何どうしたのペコ。どうしたのペコ。なんか変だな。映画？泣ける映画？いや、わかんない。泣くかどうかはわかんない、別に。
で、さっきずっと言ってるけど映画のことに関しては俺が作りたいものを作るだけだから、泣きたきゃ泣きゃいいし、笑いたきゃ笑いたきゃいいし、俺がかっこいいと思うものをやるだけだから、作りたいものを作るだけで、見る人がどうするか見る人の問題じゃん。いや遊んでる感じだね、なんか喜んでる。何どうしたの、こっち側に来ること珍しいんだけどな。何どうした、なんだろう、なんか今日変だね。インディ・ジョーンズですね、ターミネーター2とか。なんか変だな。ご飯だった、ドライフルーツだった、ドライフルーツ。うん、落ち着いた。要はあのご飯くれって言ってたんだ。ドライフルーツが大好きなのよ。ドライフルーツあげたらおとなしくなった。ドライフルーツだったわ。ドライフルーツのおねだりを覚えたらしい。要はあのなんつうの、餌に混ぜる
米とかは入ってたんだけど、ドライフルーツが入ってなくて、ドライフルーツ食べたいって。賢いね。急におとなしくなったでしょ。愛は脱。急におとなしくなったもんね。頭いいよな。技を覚えたよ。いや、俺に訴えてたんだ。だから金魚姫正解だわ、うん、正解。人生長いよ。まあでもあっという間だろうな。もう半分人生終わってるわけだから、もうできることは少ないよな。もう34になるわけでしょ。倍生きたら68だからね。もう半分折り返したな、完全に。一瞬だよ。おすすめ規制になってないよ。ただ人気がないからおすすめに載ってないだけで。だからツイキャス見る場合はワド監督って検索しないダメだね。もう俺のコテハンを検索しないで出てこないね。もしくはツイッターから飛ぶか。おすすめには載ってないですね。僕は規制は入ってないね。あのお茶箱もらってるから。うん、うん、人気が出ないとあのマジックポイントが少ないからおすすめに乗らない。寒いな、上着着よう。
いや、服は昔から全然毎日別の着たいというか、俺は同じの着たい人だから、服を考えてる時間がもったいないからね。うん、だから多分服は別に欲しいと、毎日違う服着たいとかないけど、うん、服とか飯とか何でもいいんだよね別に。あんまりそこに対するこだわりはないかな俺は。いや、俺は作品で表現したいから、服で表現したいと別に思ってないから、そこは別にいいんじゃないの。人によるでしょ。毎日暇そう。いや、めちゃめちゃ忙しいよ最近ずっと。毎日忙しいよ。ありがとう。そうですね、セルフタイマーですね。面白い写真撮れてますね。コツとかありますか？まあなんか常識とかセオリーにとらわれないで、なんか自分がかっこいいってものを、まあ僕が何を作るにしてもブリコラージュ、要は今持ってるものの中で何を組み合わせていくのかっていう表現をずっと模索していて、だから環境であったり人であったり、まあ機材であったり、そういったものをどう組み合わせていくのか、であとは自分の感性を信じるっていう手法で僕はものを作ってますね。うん、今日からだね。はい、ワード2。そうだね、お金の心配っていうのはやっぱりアートと結構結びついていて、やっぱり芸術って花開くのはパトロンがいないとダメなんだよね。だからまあパトロンありきだとは思うけどな。昔から芸術ってそういうもんだから、なんか飯の種の心配してたらいい作品っていうのは作れないからさ、うん、金のこと考えてるアーティストなんかいないからね。いや、パトロンは芸術には絶対必要不可欠な要素でしょ。もともとね、貴族が美しいもの、装飾品を身につけるためにアートっていうのは生まれたわけだから。だから肖像画とかも写真がなかったから、まあ絵を描かせたわけじゃん。自分たちの体
顔とか家族の構成とかを写真残すようなもんでしょ、記録として残すっていう。そうだよ、だから芸術はね、なんであんな綺麗な服が生まれたのかって、芸術的な服が生まれたのかって、貴族のために作ってたわけでしょ。なんかパトロンがいないと芸術っていうのは花開かないよ。まあまあ、お金がかかるってことだよね。芸術はお金がかかるってことだよ。貴族の遊びだから。あ、なんかゆきちちゃん可愛くなったね最近ね。またもともと美人だったけど、最近またゆきちちゃん可愛くなってきたね。産後で多分ダイエット成功してるんだろうな。まあそうだと思うよ。パトロン見つけられないってやつは芸術家の才能がないんだと思う。いや、ありがたいよね。ありがたいよ。生活費もそうだね、俺の活動全部だから生活費ももちろん支援してくれるでしょ、うん、生活費も全然大丈夫でしょ。だって俺が生きていかないとね、俺の芸術は完成しないかんね。いいのよ、分かる人に分かれば分からない人には分からなくていい。っていうかペコ本当にね、ガシャンガシャンやらなくなったね。すごいね、ペコが落ち着いた。ペコ満足したんだね。すごいね、賢いねペコね。頭いいよ。鳥ってすごいね。
ご飯よこせご飯よこせって言ってたんだね。ねえ、どんどん行こう、どんどん行こう。そうそう、どんと構えよ。脚本はどなたが書くのですか。脚本家はいずれ見つけないとなとは思ってるけど、今回に関しては俺が作らないといけないね。脚本書く能力は俺にはないから、脚本は脚本家見つけたいね。ね、伸びてくると風とかなんか邪魔になってくるね。風が当たると反応するかな。ある程度伸びてくると。そうだね、こじらなくていいっていうのはでかいね。こじらなくていいっていうのはでかいな。今染めるために伸ばしてて、染め終わったら短くしようと思ってるけど、染めるのにある程度長さが必要だから。絵作りが結構難しいよね。サイコサスペンスはやっぱ絵が難しい。俺大学行ったことないもん。大学行ったことないから、サークルがどういう活動なのか分かんないもん。分かんない、全然分かんない。低学歴だから。今日は予定ないよ。今日は予定ない。今日はオフだね。今日はオフ。いや、今日は脚本の気分じゃないな。昨日のあの写真の現像をやろうと思ってるけど、
今日はオフ日だね。曲いいよね。前の BGM の方がいい。あ、いいよ、変えても。変えようか。ちょっと待ってね。こっちの方が好き。じゃあこっちにしようか今日は。スムースフリクションだねこっちは、うん、お金があるとね自由が広がるよね。そうそうそう、お金がないと できないことっていうのはあるから、そう、金があると自由になる部分はあるよね。制約がなくなるからそれはあるね。お金に縛られたくないよね。すげえわかる。アイテムは大丈夫だよ。全然大丈夫。配信は俺のライフワークだから、ライフワークだから。いやパトロン、いやだ騙してないでしょ。俺のこと騙してないでしょ。騙さないよ。俺のアートを評価してるから支援してくれてるわけだから騙さないでしょ。
天気いいね今日はね。天気すごくいい。早く春が来ないかな。もう春、まだ寒くない？まだ寒いよ。まだ寒い。冷えるよ。パチンコスロット全然やってないね。いや、今日東京寒いよ。今日は寒い、東京。いや、今日寒いよ。嘘、エアコンなくてもポカポカ？いやいやいや、全然寒いよ今日は。いいね、プレゼントありがとう。誰だろう、確認します。ありがとう。誰かな。寄り目は直さないよ。誰だろう、アイテムくれたの誰かな。あー、ありがとうね。ありがとう、ありがとう。日陰ではないけどね。アイテム投げるも投げないもリスナーさんの自由だろう。他人がとやかく言うことじゃないでしょ。いや、全然寂しそうに、なんか言われる、機嫌悪いのとか言われるけど、全然機嫌いいよ、今日。めちゃめちゃ気分いいよ。後で写真の編集しないとな。いい写真撮れてるかな。楽しんだもん勝ちだよ、人生は。人生は楽しんだもん勝ちだよ。金髪ブルーにするね。ブルーにする。
そうそう、好きなことだけやってたい方がいい。人生楽しんだもん勝ちだよね。一回しかないからね。泣いても笑っても一回だから。もう俺誰にも迷惑かけてないもん。迷惑かけてないよ。プロカメラマン気取りっつうかプロカメラマンだからな。こんにちは。どうも。え、嘘、部長亡くなったの？マジで？え、部長亡くなったの？本当に言ってんの？え、部長亡くなっちゃったんだ。いやー、辛いね。いやー、マジか。本当に言ってんの？ああ、部長亡くなっちゃったんだ。ああ、そうなんだ。え、今日？マジか。配信会で一番有名なワンちゃんだったもんね。結構長生きしたんじゃないの、部長は。ああ、そうだったんだ。ちゃんまんも辛いだろうな。あ、10歳だったんだ。寝てるようだった。10歳か。ワンちゃんってどれくらい生きるの？ 10 年ぐらいじゃないの？早かった方なの？あ、病気だったもんね、部長は。こっちの BGM 好き？16年か。悲しいね。そうね、今日からロードワーク再開だね。だいぶ体調戻ったよ。ボンおはよう。今起きたの。3日前から餌食べなくなってたんだ。おはよう。いやー、ちゃんまへこむでしょう。そりゃそうだよ、かわいいね、パートナーがいなくなったらへこむよ。誰だってへこむでしょ。キツネにいたんだ。そうなんだ。放送、いや泣くでしょう、そりゃ。そりゃ泣くよ。老け込むだろうね。老け込むと思うよ。追悼花火で喜んでた。そうだな、本当。
まあすでに老け込んでるもん。もう佐野と福山雅治が同い年ってすごいよね。さらに老け込むんじゃん。もう見た目おじいちゃんだからな。おはよう、猫の目おはよう。いや、ゴミ箱に入れるためだけど。今飯だ。ランチタイム。俺も腹減ったな。明日米津玄師、へえ、ライブ行くんだ。へえ、米津すごいらしいよね、人気がね。全然曲わかんないけど、聞いたことないな。米津玄師って言うんだ。ルーザーっていう曲があるんだ。ニコ生出身なんでしょ、米津さんっていう人は。歌ってみたの人なんでしょ。すごいよね、ニコ生からメジャーまで行くって。すげえよな。はい、こんにちは。ニコ動の人なんだ。大阪城ホール時代だよな。あ、ハチさんね、ドーナツホールっていう曲好きだったな俺。もう一回何回やったってだっけ。そうそう、ドーナツホールしか知らないんだよね。ドーナツホールかっこよかったな。
レモン知らない。レモンっていう曲があんの。ツイキャスもやってんだ。へえ。いや、荒れてはいないんじゃないの。連投してる人がいっぱいいるだけで、なんか荒れてはいないと思うけど。今後はふわっちはあのキツネ枠メインでやってこうかなと思ってるね。携帯配信で外配信やるときとかはまああの通常放送になっちゃうけど。バーガー上がった？嘘。どこ？あ、ありがとう。バーガーありがとう。ごめん、気づかなかった。バーガーありがとうね。アイテムありがとう。ミクの砂の惑星、わかんねえな。ありがとうね、アイテム。はい、こんにちは。寒い。とにかく寒い。何食べようかな。ご飯何食べよう。うまい棒はもういいや。うまい棒はいい。コンティニーコインありがとう。そうだね、支援は、うん、リスナーさんに過度のお金がない、お金がないっていうことはもうないだろうね。もしいただけたらありがたく頂戴するけど、回転寿司ないですね、近くに。駅前の方行かないと。新宿の うまい棒はいいや。いらない。いや、いら、やだやだ。うまい棒いいよ。もう舌がぶっ壊れるんだよね、あれ。ビリ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 して。1個か2個でいいよ。コンティニーコインありがとう。いや、俺もともとお菓子食べないもん。スナック菓子とか嫌いだもん。コンティニーコインありがとう。コンティニーコインありがとうね。サンキュー。
今日星綺麗、天気いいからね、そうなんだ、知らなかった。ていうか大阪行きてえな、大阪行きてえな、旅配信がやりたい。 2,3 日暇だから大阪行きてえな。大阪配信しようかな。今から大阪行く？行こうかな。旅配信する？大阪行ってユニバーサルスタジオジャパン、どっか旅行きたいね。大阪って何分ぐらいで行けんだろう。徒歩はやだね、徒歩はやだね。大阪って遠いんだっけ。どれくらいで行けんだろう。愛子さんも行くの？ヒッチハイクはだりーな。万博の土地3時間ぐらいか。結構距離あるな。あ、ホテル取ってくれんの？マジで？行こうかな、ホテル取ってくれんなら。日本どこ行っても飽きた。あ、まあまあ旅行好きな人は回ってたらね。そうだよね、ホテル取ってくれるんだったら今日行ってもいいよね。夜行バスは体おかしくなるからやだね。まあ明日行ってもいいしね。どれがめくれた？え、どういうこと？どういうこと？どれがめくれたってどういうこと？どれさん、なんかあったの？どれがめくれた？なんだろう。何時頃か言っていただければ。マジっすか？いや、明日泊まるホテル用意してくれるんだったら全然ありがたいですね。今日は写真とかいろいろやろうかな、家で。明日もし朝っていうか明日泊まるホテル用意してくれたら夕方頃全然行きたいですね。なんか明日大阪プラプラ回ろうか。まあ一日だったら全然大丈夫だね。部長、トイレ行ってくるわ。
あ、よいしょ。刺激大事だよね。刺激大事だよ。たくさん出たよ。はい、こんにちは。部屋が寒い。暖房が欲しいね。暖房が。 M さんの写真まだ現像してないんだよね。刺激がないとね、ダメだよね。今日大衆酒場やるんだ。あ、そうなんだ。マカロンありがとう。エアコン壊れてんだよね今ね。エアコンぶっ壊れてる。温めてくれんの？温めに来てよ。温めてくれたら嬉しいね。持ってないね。電気ストーブとかは持ってない。欲しいね。生ポはもうとっくに3年ぐらい前にもうとっくに生ポじゃなくなってるけどね。もう生ポじゃないね。とりあえず腹減ったな。寒いよ今日。めちゃくちゃ寒い。すげえ寒いね。ご飯食べようか。何食べようかな今日。何食べようかな。これはライティングですね。ライティングです。今日あったかい？なんだろう、すげえ寒いよ部屋の中。めちゃくちゃ寒い、うん、寒い。はい、お疲れ様です。こんにちは。お疲れっす。外晴れてるけどね、部屋の中は寒いよ。あったまりて、めちゃくちゃ寒い。風邪ひいたのかな。そうなのかな。寒い。掃除すると温まる。マジで。ライティングは関係ないね。ただの電気だからね。光だから。あんまり関係ないね。いらない本ないよ。パトロンさんがつきましたね。はい、パトロンさんがつきましたね。
何食べようかな。暖房つけたいね。あ、パトロンさんがついたんだよ。そうっすね。無限ですね。無限です。まあまあ必要用途だったら出してくれると思うよ。生活費は別なんじゃないの。別の人。アイテムくださいって言わなくなったのはかなりでかいんじゃないかな。うん、映画作れるのでかいよね。金のこと考えないで活動できるっていうのがすげえでかいね。それはでかいね。やっぱりね、アイテムくださいアイテムくださいっていうのは配信じゃないからね。うまい棒どうするっつうか、あれは慎吾さんの企画だから、俺が買ったわけじゃないから、慎吾さんに聞いて。いや、まだお金はもらってないよ。コンティニューコインありがとうね。コンティニューコインありがとう。ご飯何食べようかな。何食べよう。何食べよっかな。なんかうまいもん食べたいな。なんでこんな寒いんだろう。暖房器具欲しいね。うん、いやだって電話かかってきたもん。もうお金の心配いらないからって、俺がずっとお前の面倒見てやるからって言われたから。
何食べようかな。いや今手元に金はないよ俺は。今手元に金はない。電話かかってきたんだって。リスナーさんから電話かかってきて、もう金の心配はいらないからって言われてんの。何食べようかな。腹減ったよね。なんかセブンイレブンで買ってこようかな。とか食いたいな。あ、ありがとう。そうそう、おはよう。お茶バカありがとう。ありがとう、そうそう。ありがとうございます。ありがとう。金魚姫、お茶バカありがとう。サンキュー。ありがとうございます。ありがとう。何食べようかな。あ、アイテム嬉しいでしょ。なんだよ、アイテム嬉しいよ。喜んだらダメなの。暖房器具買いたいよ。買いたいよ。嘘、炭火牛タン弁当あんの？マジで？
いや寒いんだって、貧乏ゆすりじゃなくて寒いんだよ。あ、まあ貧乏ゆすりか、寒いから震えてんだから貧乏ゆすりか、本当の貧乏ゆすりだわ、本当の貧乏ゆすり。寒い、はい、こんにちは。こんにちは。パトロンができたんです。パトロンが。もう一生お金に困らない生活をプレゼントするって言われたんで。夜布団の中に潜ってるかな。毛布とか持ってない、うん、強力なバックアップだよね。いや、映画もシルバーも何もかも配信の企画とかも全部金出してくれんじゃないの。お前の活動全てのもうやりたいようにやらせてあげるって言われたから、もうお金の心配はいらない、心配しなくていいって言われたから。私は別に考えてないかな、うん、エアコンないね。結婚とかはしないよ、結婚とかは別にしないよ。水増しとかはしてないっすね。エアコン欲しいね。エアコン壊れてる。叙々苑、叙々苑あんま好きじゃないんだよな。細胞企画は俺の企画じゃないかな。俺食い物系の企画あんま好きじゃないんだよね。食べ物で遊ぶ人あんま好きじゃないの。いや、まあ俺は俺だよ、別に金があろうがなかろうが。FX はやらない、 FX はやらない、興味がない。楽しそうに見えないんだよね。なんか うまい棒買ったの1万本じゃなかった、1000本だっけ、1万本買ったんじゃなかったっけ。あ、1000本か、1000本か。
早めることはできるわけではないね、別にスケジュールの問題だから。映画は完成したらちゃんと告知打つから大丈夫だよ。お金は全部使っちゃってるね、貧乏だから。スタッフもそうだし、そう、うまい棒企画はだから俺の企画じゃないから、企画者に聞いてよ。コンティニューコインありがとう。いや別にプロの雇う必要はないと思ってるけど、趣味はないっすよ全然、やりたいことやってるだけで。何食べよっかな、なんか買ってこようかな。あ、いやいやいや、まだ現像してないから今日写真アップロードするよ。今日写真アップロードしますね。ふわっちは今後キツネだね。コテハン残したい人はツイキャスがあるから、このシステムが導入されたからツイキャスと、もうふわっちはほぼパソコン配信はキツネオンリーでやってこうと思ってる。うん。で、コテハン誰かツイキャスの人をテストって書いてみて。ツイキャスでコメントはブルーで表示されるから。で、コテハンが表示されるから。ちょっと待ってて。誰かテストって書ける。うん。切り分けて同時配信のシステムがようやく完成したから。だからそれでやっていくかな。これニンニンありがとう。こうやってブルーで表示されるから、でコテハンもちゃんと表示されるから。テストありがとう。ハートプレゼントありがとう。サンキューです。金魚姫ありがとう。こうやって出んの。ツイキャスはブルーでコテハン付きで、ふわっちは匿名、完全匿名。ニコ生と同じ仕組みだね。うん。まあ好きな方選んでもらって。いや普通に電球代の電気がかかるだけだね。この拍手のマークなんだかわかんないけど、新しく実装された機能だね。何なんだろうねこれ。まあ配信者がコメント打つときはキツネがいいっていう人あるもんね。いや別に、なんかアンチが増えてるとかじゃなくて、なんかこんなもんだと思ってるけどな。
マジョリティはこんなもんでしょう。何食べようかな、弁当買ってこようかな。食べよう。なんかセブンイレブンで弁当かなんか買ってこようかな。セブンイレブンで弁当買ってきてもいい？豚ラーメンっていうのがあるんだ。買ってくるわ。じゃあなんかちょっと待ってて。
ただいまいただきます。ただいま。黒麻油風味広がる豚骨焼きラーメンだった。これさっきコメントであったやつ買ってみた。いただきます。サプリ飲むか。あれのサプリがないな。健康に気を使ってるんでサプリ飲んでます。健康を意識して、これもね。アイワードツん。300万とはね、別の人ですね。生涯お金に困らせないって言ってくれた。別の男性から、男性つうか、まあ、別の人から電話がかかってきて、もうお前はお金のことを考えなくていいって言ってくれた。だからもうお金のことを考えなくて済むんだよね。欲しいものは何でも手に入る。すごいよね。いただきます。リアルに会ったことないよ、会ったことない。うまい。でも俺リスナーさんと会わないもん、そもそも。そういう人待ってたよ、ずっと待ってたよ。なパトロン、俺の正式なパトロンの人、足長おじさんだね。うん、これうまいね。あ、これうまい、うまっ。あ、これうまいわ。
うまい。うん、うめえ。これいいね。いや、朝飯。うまいね。うん、うん、これうまいわ。焼きそばラーメンみたいな。そうだね。なんかアイテムをリスナーさんに過度に要求しなくて済むから、それはいいよね。無課金の人も自由に見れるから、やっぱね、プレッシャーかけたくないし。月いくらって無限じゃないの。無限だと思うよ。アイテムなくても見ていいよ。こんにちは。花粉はそんなにやばくなくいいかな。ペンギン枠でやった匿名コメントじゃないじゃん。俺花粉症だよ。でも今日は花粉出てないね、俺は。マジで？で、支援者になってほしい。経営者になってよ。300万振り込んでもらってないよ。あ、よかった。ぜひ支援者になってください。いや、全然ありがたいですね。月20万。ありがとう。まだ振り込んでもらってないよ。
お米以外は全部おかずって決めてる俺は。お米以外は全部おかず。新宿まで来れるんすか？毎日ずっと連投してるからね。収入100万超えたことはないね。昨日いくらだったか、先月いくらだったかな。18万ぐらいじゃん。20万いかないぐらいだ。支援されてないよ。まあされてない。なんで？じゃあいつから決めた？何を？口約束ってだってもう一生俺の面倒見てくれるって言ったんだから。だってパトロンに契約書なんて交わさないよ普通。俺の面倒一生見てくれるって言ったんだから。いやそうなんでしょ。ああ50万直振りありがたいですね、うん、ファンタスティック100発投げなきゃ信じられない。投げるんじゃないの？わかんないけど。散財はするつもりないかな。必要な額だけでいいから。とりあえず俺は映画を作る金が欲しいだけだから。あとはまあ20万ぐらい生活費があればいい。うん。あ、了解。待ってるね。楽しみだよね。振込先 LINE で教えてますね。 LINE か DM いただければ。
LINE か DM いただければすぐに お伝えしますよ。解放出さないね。まあそうだよね、普通合わないよね。いやだから釣られてないっつってんじゃん。うるせえな、釣られてないよ。なんでそうやって疑うの。スタッフ、いや解放いないよ。合ってる人も、いや食振り、まあ額が額だから食振りがいいってその人には言われたから、額が額だからその人には食振りがいいって言われた。アイテムでも全然構わないよ。アイテムでも何でも全然俺は構わないよ。何でも受け取るから、俺は何でも受け取る。もらえるものはもらうっていう主義だから。いや別に決まってないよ。全然全然様子見で。お、風船ありがとう。匿名さん風船ありがとう。サンキュー。アザース。釣られてないってしつこいな。ただね、あの小手半残したい人はツイキャスでコメント書いてってお願いしてる。匿名がいい人はふわっちに移動してってお願いしてるね。手渡し全然全然受け取りますよ。はい、月曜日、はい、全然いつでも。
コンティニューコインありがとう。サンキュー。釣られてないって、だからそもそも そんな巧妙な手口に引っかからないよ。いや、沖縄誘われてないよ俺。沖縄誘われてない。ソフトとかあるんじゃないの、わかんないけど。連投ソフトなんじゃないかな。だってずっともう3時間ぐらい打ってるよこの人。3時間つか昨日も4時間ぐらいずっと打ってたし、キツネ枠だとずっと打ってるよこの人。今日はね、昨日撮った写真の現像をやろうかなと思ってますね。現像だね。わかんない、どうやってやってんのか。手打ちでやってんのかな。154号さんに聞いてみてよ。本人が書いてるわけだから、手で打ってんのかコンピューターでやってんのか本人に聞いてみりゃいいじゃん。で、返答がなかったらソフトなんでしょ。のんちゃんはこういうコメント打たないと思うよ。のんちゃんコメント打つの遅いもん。現像、どれくらいだろう。まあ、4、5枚ピックして、で、そっから現像だから、1枚10分くらいじゃないかな。10分15分くらいで1枚。できると思うけど。でも今、パソコン配信やってるから、パソコン使えないから。もう1台パソコンあったらできるんだけどね。わかんねえけど。ツバニャンはバンでしょ。150万逃しちゃってね。ずっと手打ちやってるんだ、すごいね。何の生産性もないけどね、すごいよな。手打ちでこれやってんだ。好きな漫画、古谷実先生好きですね。古谷実先生の作品は好きですよ。
荒れてるかな、そうかな、なんかもう感覚が麻痺してるから、なんか荒れてるとかあんま思わなくなってきた。ヒッチコック作品見たことないっすね。ギャグ漫画じゃない方が好きだね。シリアス系な方が作風は好きだね。いや、よくわかんない映像に書き込みのテロップはやめないかな。コメントこれでさばいてるから、配信画面見てなくてツイキャスと、なんだろう、ツイキャスとふわっちの両方見てるから、これしかないんだよね。一つの画面で両方のコメントさばくにはこの方法しかないから。なんでお金の心配いらない？あー、なんかスポンサーさんができたっていうか、だから心配いらないかなと思って。いや、俺がコメントさばけてるからいいんじゃない？俺がコメントさばけなくなったら、まあブロックすればいいし、さばけてる分には問題ないんじゃないかな。性欲ありますよ、僕。性欲あるある。性欲なさそうに見える。余裕出てますね。あ、いやいや、まあまあまあ、やっとお金の心配しなくて済むなと思って。結構お金ね、支払いに追われてんのストレスだったから。いや、セックスはしてないですよ。セックスはしてないですね。ひどんなさんはどうだった？いや、まあ見た感じそのまんまだけどね、よかったよかった。いや、安心。なんでできないのかわかんない。支援金は手元にないっすね。支援金はまだ入ってない。おしっこも2回漏らしてたね、うん、いや、イケメンじゃないよ、全然全然イケメンじゃないよ。そんなことないよ。モテないもん俺。俺はさばけるよ。俺は読めてるよ。俺はだってニコ生でずっと1000人ぐらいね、さばいてたわけだから、これくらい余裕で読めるよ。大丈夫だよ、普通に書いていいよ。これがさばけなかったらニコ生対応できないからね。全部読めてるよ。
速読みたいなのは得意だから。寄り目は生まれつきだね。寄り目は生まれつき、もともとだね。ディナーアイテム、あ、全然全然受け取りますよ。いただけるものはぜひお願いします。ディナーアイテムってなんだ、また新しいアイテム出たの、なんか新しいアイテム出たのかな、エクスパンドいいよね。ディナーアイテムってなんだろう、なんだディナーアイテムって、なんか新しいアイテム出たのかな。ホワイトデーのアイテムで3000、あ、そんなのあるんだ、へえ。え、ホワイトデーってまだじゃないの、時期もうホワイトデーの時期なの、どうなんだろう。コメント読めてるよ、大丈夫だよ、前科あるよ、3番、前科本当は2班なのかな、わかんないけど、まあ3回捕まってるね。あ、3月なんだ、ホワイトデーは。あー、ホワイトデー渡す人がいないかな、恋人がいないから。おー、ボタンさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お茶爆ありがとう。ボタンさんからお茶爆いただきました。いつもありがとう。ありがとうございます、ボタンさん。いつもありがとうね。サンキューです。あれ？米ビューが死んだ。米ビューが死んだ。あ、ついた。ありがとう。コンティニューコインありがとう。刑務所には一回も行ったことないっすね。留置所までですね。拘置所も行ったことない。拘置所も行ったことないです。騙されてないでしょ。何を騙されてんの？騙されてないと思うよ。なんか騙されてる要素ある？なんか騙されてんの俺。騙されてないと思うけどな。
連投は全然平気だから大丈夫だよ。コメント読めてるから。今もらってない時点でおかしい。おかしいのかな。何これって、何が、何が、何これなの。挨拶してくれたリスナー一人見逃してる？どこだろう。執行猶予はないですね、僕は。20万ぐらいすげえ振り込む。何が、カオスね、ツイッターはよく頻繁にツイートしてるから元気だと思うけど、たまにここでコメント書くよ。あ、お疲れっす、アイテムありがとう。いや、まあ別にブロックするのがめんどくさいからほったらかしてていいかな。コメントがまあ読めなくなったらブロックするけどね。カオス元気だと思うよ。コメント流れちゃう。いや、見えてる見えてる。あ、俺は嫌われもんだよ。これがアンチなんだ。アイテムありがとう。ねえ、元気ならいいよね。ありがとうございます。アイテムいただけるものはいただきますよ、僕。いやー、なんだろう、俺は別になんかコメント読めるからまだ全然平気だけど、これ以上なんかコメントが増えて本当にコメントさばけなくなったらブロックするよ。全然これくらいだったら、ニコ生の配信者はこれくらい読めるから全然平気だね。ニンニーは甘ギフとかプレゼントしてくれてる支援者さんですね。あの物だったりとかギフトをプレゼントしてくれてますね。あとね、お茶枠とかたまにくれるかな。まあ、支援者の一人ですよ。うん、連投どうにかしてっつってもね、別にニコ生とかこんな感じだよ。なんで気になるの。俺は全然気になんない。なんでコメント走ってるところってこんな感じじゃない、どこも。なんで気持ち悪くなんだろう。な、気持ち悪くなる要素はわからないな。
斬新な枠。そうかな、なんか俺としては普通にまったり雑談してる感じかな。まったり雑談。コメントね、さすがにさばけなくなったら、そう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 、リスナーさんの方でブロックしたら見やすくなるよ。リスナーさんの方で連投してるのが嫌だったら、あ、ニコ生っぽいよね。ニコ生っぽくもできるんだけど、まああえてニコ生じゃない仕様で動かしてるけど、芸術的かな、そうかな。なんか嵐っていうか、これは弾幕っていうあれじゃないかな。いやだから拾える、コメントは拾えるから俺は全然余裕かな。拾えなくなったら言うから、普通にコメント書いてくれたら普通に拾うよ。拾えてるでしょさっきから。俺は全部脳に入ってるから。まあまあ、なんだろう、連投したい人なんじゃないの。一定数いるんでしょそういう層が。連投書きたい人が一定数いるんだよ。画面に表示してるからブロックしても、いやいやいやどういうこと。ここの画面はだって俺が作ってる空間だから、みんなが把握する必要はないじゃん。見なきゃいいじゃんこれを何が言いたいの、ニンニ、どういうこと。はい、ワドツ、これは俺がコメントを拾ったりとか YouTube 見てる人のために表示させてるわけだから、ニンニのコメントを拾えてる時点で問題なくない。何が問題があるの、それがよくわかんないんだよ。ニンニのコメント拾えてるじゃん。でそれでニンニ一人のためになんでこれを消さないといけないのか意味がわかんないんだけどさっきからずっとコメント拾ってるわけだから、そう、各個人でブロックすればいいだけの話でしょうっていう、見づらいんだったら。サーバーに負荷はかかるだろうね。よくわかんないんだよね。むしろ小手半も書かれるし、なんだろう、匿名も書かれるし、いいことしか起こってないんだけど、ね、だってニコ生リスナーなわけじゃん、もともとニンニは、うん、大人かな、そうかな。だってニコ生とか FC2 ってコメントバーって流れてるわけだから、うん、全部見えてる時点で放送は成り立ってると思うけど、そんなこと言ったら大手の枠なんかコメントなんか見れないでしょ。そう思わない？大手の枠とかもっと早いよ。ねえ、全然平、ねえ、全然平気だよね。内容が違う？どういうこと？内容って何の内容？
弾幕はツイキャスでは起きない。まあツイキャスじゃないからな、ふわっちだからな、コインありがとう。初見さん来た時気にならない人と気になる人がいる。どういうことだ。どういうこと。気になる人と気にならない人がいる、いやいや、わかるよ。ここに表示されるのはいいけど、いや、あの、俺が書いてるわけじゃないから、別に他の人が書いてるコメントを排除しろっていう感覚がわかんないんだけど。なんつうの、俺がコントロールできる部分はコントロールするけど、俺がコントロールしなくていいっていう判断をしたときはコントロールしなくてよくない？だってコメントさばけてるわけだから、言ってる意味わかる？暖房器具欲しいね。初見さんどうも、いらっしゃい、楽しんでいってください。よろしく。はい、こんにちは。そうそう、ニンニのコメントがちゃんとさばけてる時点で機能はしてるわけだから何の問題もないと思うんだけど、何が不満なのかが分かんないんだよな。暖房ヒーター足元ぐらいの、ああ送ってもらえるとありがたいかな。まあでも冬終わるから大丈夫だよ。冬終わるから大丈夫だよ。もう暖かくなってくるよ。あ、キツネはやめないかな。あの、コテハンはツイキャスで書いてもらってる。今の髪型似合う。ありがとう。サンキュー。何も目指してないね。普通にやってるだけだね。山田電機行っても何もないよ。これからはまあパソコン配信の時はふわっちはキツネ枠オンリーかな。見る、よく見るとかっこいい。いやいや、なんかそんなことないっすよ。弾幕ツールとかあるのかな、ふわっちで。弾幕したい人は弾幕すればいいんじゃないの。スポンサーがつきましたね。パトロンがつきました、イケメンかな。ありがとう。そういう、よく言ってもらえると
お世辞でも嬉しいかな。ありがとう。カラオケ配信でよくあるんだ。そういうツールが配られてんだ。あ、ありがとう。ナイスボタンがよくわかんないからいいよ、全然。いや押したかったら押してもいいし、パトロンもイケメンなのかな。お世辞言わないタイプ。あ、ありがとう、嬉しいよ。普通に何か、なんだろうな、ネットってさ、誰が書いてるかわからないわけじゃん。で、そのコントロールできる部分とコントロールできない部分っていうのを取捨選択しないといけないと思ってて、で、取捨選択ができないとネットに向いてないっていうのが俺の判断かな。自由に書き込めるっていうのがネットだから。で、その情報をどう捉えるのかは本人の問題だと思ってんのよ。ありがとうございます。あ、1日1回誰でも押せるんだ。いや、パコる契約とかはしてないですね。そうそう、適当に書いてるだけだから、それを、あ、いいコメントだな、悪いコメントだなって判断するのは自分次第だからね。あ、 YouTube で見てくれてたんだ、ありがとう。生放送もね、ぜひ見てください。フォローよろしくお願いします。まあ、その上でね、匿名がいいのか固定版がいいのか選べる仕組みにしてるわけだから、だからそこは自由に自分の判断で見ていけばいいと思うけどな。あくまで個人的な考えだけど。慎吾さんの、まあまあ、みんなもみんなで自由に見るでしょ、コメント。好きな放送見るでしょ。生でコメントしたの初めてだったんだ。面白いでしょ、あのコメントしてみるのも。嵐はブロックしないの？いや、俺がコメント読めてる限りは。コメント読めなくなったら連投やめてって言って。まあでも別にこれくらいのコメントさばけるからな。ヒゲ伸びた、伸ばしてんだよね。あの、染めるからブルーに。コメント読める読める、全然リアルタイムでこうやって交流取れるから。ヒゲはブルーにするために伸ばして、でブルーに全部染めたら切るね。さすがにね、コメントがね、読めなかったらあれだけど、コメントがさばけてるうちは意思疎通ができてるわけだから全然平気だと思うんだけどな。おしゃれかな、全然おしゃれじゃないと思うけど。服とかも同じ服ばっかり着てるし、おしゃれとは程遠いんじゃないかな俺は。あー、 YouTube ね、別れちゃったよ、振られちゃったから今彼女いないっすね。いや、俺はおしゃれじゃないよ、俺はおしゃれじゃない、全然。アイテムありがとう。風船ありがとう。ハートありがとうね。
アイテムありがとう。そうなんだよ、1ヶ月前ぐらいに振られたかな。彼女いないんすよ。お疲れっす、お疲れっす。別れてから調子いい？いやそんなことないけどね。いや彼女見つかるかな、どうなんだろう、もう一生独身なんじゃないかな。どうだろうね、素敵な人と出会いたいですね。何がすごいの、うん、なんかすごいことあった？あー解放の凸ね、懐かしいね。いや振られちゃいましたよ。サータン可愛いよね、サータン綺麗だよ、サータン綺麗な人だったね。見つかるかな、見つかったらねご報告しますよ。彼女ができたらちゃんとご報告します、リスナーさんには。いや解放はもうやだ、解放とは縁切ったから、うん、絡まないかな、普通に、うん、普通に絡まないかな。サータン彼氏探してるんだ。まあでもね、あの俺がねサータンに見合う人なのかどうなのかっていうのはサータンの問題だから、アイテムくれた人誰だか確認しないとね。あ、そうなんだ、彼女の年齢のやつね、あれ面白かったよね。ニコ生の人じゃないね。あ、ありがとうね、いつもありがとう、アイテムサンキュー、ありがとう、うん、俺はね女性口説けない恥ずかしい。ありがとう、こんにちは、今日一発目の花火ありがとうございます、こんにちは、ありがとう、花火ありがとう、サンキューです、ありがとう、こんにちは。あーいつもありがとうね、いつもアイテムありがとう。いやなんか恥ずかしいじゃん、やだよ、うん、恥ずかしいの、照れるじゃん、振られたら嫌じゃん。だから好き好きって言ってくれる人と付き合う。振られる可能性がない人と付き合う。なんで悲しくなるの？何が悲しいの？どうした？なんかあった？時給いくらだろうね。150円ぐらいじゃない？150円。4時間働いて150円だから20円ぐらいじゃないの？いや解放とは付き合わない。かわいい、ありがとう。なんで悲しい気持ちになるんだ、やめてよ。なんで俺の顔見て悲しい気持ちになるの、うん、ツイキャスは同時配信やってるよ。ツイキャスもやってる。なんか連投の人が疲れてきたね。連投が止まったりすると面白い。一瞬曲がったよね今、うん、あ連投の人疲れてるっていう。寝かけた、ね、今、うん、なんで悲しい気持ちになるんだろう、疲れてきたんだろうね、うん、
なんで？なんで悲しい気持ちになるの？バイトの方がお金稼げるね。そうだね。バイトやってた方が全然時給保証されるからね。いや、スワッチの方がお金儲かりますね。連投もね、ずっと書いてるわけだからね。すごいよね。何時間も、4時間ずっと書いてんだよ。じゃあ、一旦終わりにします。次枠取るんでまた見に来てください。ありがとうございました。皆さん、お疲れ様です。Stand by me.